近物騒だから護身用にと防犯グッズを買ってもらったの。ただ実際にどのくらいの効果があるのかはよくわからないのよね。ちょっと待って。ちゃんとこのスプレーで暴漢を撃退できるかどうか確かめさせてちょうだい。やー、くそ、こいつ毎度毎度俺をコケにしやがって。間の抜けた顔でボーっと突っ立ったままで本当に頼りにならないクズなんだから。なんで俺はここまでされて抵抗できないんだ。なんで。非常に鬼ヤバ。おのおのさん、これ長居してると面倒なことになるんじゃ。そうね、面白いものも見られたし、もう行きましょうか。俺をこんな目に合わせておいて、こいつら待って、待つんだ。なんだ。何、体が動かない。息が、できない。動ける。リッカさん、どうしたの。早く行きましょう。ええ、分かってるわ。ひどい目にあった。しかし、なんで代理監督なんて。俺が水着姿の女子になんて近づいたらセクハラだなんだと言われるに決まっているのに。クソ、あのメスゴリラ、分かってて俺に押し付けやがって。とはいえ要請を断るなんて。君は初めて見る顔だよね。新入部員かい。今日は相馬先生の代わりに監督していただけるとのことで、ありがとうございます。ああ、いや、いいんだよ。それよりも君、どこかで俺と会ったことある？すみません、多分先生とは初対面だと思うのですが。ちょっと、何ですかいきなり。弓原さん困ってるじゃないですか。弓原さん、この人は相手しなくていいから行こう。まさか一目惚れってやつ。うん、それはどうだろう。となら何発でも犯しまくってやりたいと思うんだ。我ながら今のはちょっと危ない思考だったな。やばい、さっきのスプレーの影響がまだ残っているのか。先生、大丈夫ですか。ずいぶんうなされていたようですけど。あ、いや大丈夫。でもなんでここに。あ、これ持っていくように言われて。ああ、ありがとう。そこに置いといてくれる。はい。あのさ。はい、何でしょう。やっぱり君は俺と前に会ったことないかな。すみません、やっぱり私には先生と会った記憶がありません。私は地元からこちらに来たばかりなので。その地元って。北海道の登別ってご存知ですか。俺の地元も同じ登別だよ。俺がこっちへ来たのは5年くらい前なんだ。え、そうなんですか。でも5年以上も前となると私もまだ子供でしたし。ご家族に君に似た人は。あ、それでしたら姉が。お姉さん。はい、私には一回り近く離れた姉がいまして、両親や親戚が言うには今の私の外見が学生時代の姉に瓜二つなんだそうです。先生とも年齢が近いですし、もしかしたら先生が会っていたのは地元にいた頃の姉だったかもしれません、ね、なるほど、そうなのかもな。そのお姉さんと君は仲がいいのかな。いえ、姉は私がまだ子供の頃に急に家を出て海外に行ってしまっていて、ずっと顔を合わせていないんです。そうか、じゃあやっぱり夢で見たあの子は、そしてあの夢の中の俺こそが本当の。へえ、そうなのか。じゃあもう一つ確認したいんだけど、君はどうしてわざわざ地元を出てこの学園に転校してきたんだ。それは両親が姉のいる海外に行くことが決まって、でも私はまだ学生だからって国内に残ることになったんです。それで寮のあるここに入るように言われて。じゃあ俺がこの学園に勤めていることはご両親は知らないんだね。もし知っていれば間違っても佐伯をこの学園に編入などさせなかっただろう。先生は私の両親のことをご存知なんですか。ああ、運命のいたずらというやつか。神様ってのがいるのなら粋なことをしてくれるものだぜ。ご両親のこともお姉さんのことも知ってる。
なぜ故郷を去ったのかも。え、本当ですか？ああ、聞きたいかい？はい。家族に聞いても詳しく話してくれなくて、ずっと気になってて。ご存知なのなら教えてほしいです。いいとも。ただこれは結構重大な秘密でね、話すからには見返りが欲しいんだ。見返りですか？まさか金品の要求を？いやいや、そんなものは要求しないよ。男が女に求めるものなんて決まってるじゃないか。え？今たっぷりと見返りをもらうぞ。そんなことしませんし、してるつもりはありません。見ないで、あっち向いてください。あれ、体が動く。やめるのか。これじゃあお姉さんの話はできないな。ふざけないでください。ここまで人をもてあそんで。また体が勝手に。まだ話が、なんで。話が聞きたかったらまた来るといい。それにしても久しぶりに満たされた気分だ。もう何年もこんな気分を味わっていなかったな。明日が待ち遠しいぜ。いやいや、言いながらしっかりついてきてくれて。君はあれかな、ツンデレというやつか？そんなのじゃありませんし、ついてきたくて来たわけじゃありません。何を怒っているのかわからないが、昨日したことは君からしてきたことのはずなんだが。ですからあれは私の本意ではありません。現に今も。あれ、どうした？何でもありません。私はもう帰ります。二度と話しかけないでください。知りたかったお姉さんのことはいいのか？またそんな、一体どうして？足を止めたってことはやっぱり俺の話を聞きたがってるんだな。違います。あなたの言うことなんて聞く耳持ちません。興味津々って感じだな。興味なんてありません。見たくもないです。意地を張るなって。興味があるならもっと近くで見てもいいぞ。また体が勝手に。ほら、教えてやるからお前も準備をしてここに来いよ。ここにって、冗談でしょ。何を考えて。小さい頃から引っ込み思案で人の輪に入るのが苦手だった。その性格は今でも変わっていない。セオン、もうまたぼっちしてる。ほら帰るよ。この二人と出会うまでは、ユイちゃんとメグちゃんは僕の友達だ。一人ぼっちの僕に話しかけてくれて、少しずつ仲良くなって、友達の大切さを教えてくれた。僕にとって二人はかけがえのない宝物だ。セオってノリいいよね。そう？いつもうちらに付き合ってくれるし。その気になれば友達作れそうなのに。いや、僕から話しかけたりできないし、昔から転校も多くてさ、今まで友達ができたこともなくて。だからユイちゃんとメグちゃんがいてくれればいいかなって。もう何それ。じゃあ彼女いたこともないの？うん、そうだけど。ふーん、瀬尾の初キスもーらい。どうだった、初キスの味？突然で分かんなかった。じゃあもう一回。ずるい、ゆいちゃん一人で瀬尾の初キス奪うなんて。ゆいのおっぱい触る？授業始まっちゃうよ。なんでこんなに普通でいられるんだ。二人にとってはただのおふざけだったのかな。けどそれから二人のおふざけはひどくなっていった。早く行かなきゃ休み時間終わっちゃうよ。え、この子なんだけど。それで瀬尾のこと話したら瀬尾にしてほしいって。いいよね。もう嫌だ。二人ともいつもいつも勝手なことばっかりしてさ、僕のことなんだと思ってるの？瀬尾が怒ってる。
調子乗ってごめんなさい。これからは僕の気持ちも考えてよね。じゃあ仲直りの証拠に。できた。これからも3人でいっぱい楽しいことしようね。これ絶対消さないでね。え、お風呂入ったら消えちゃうよ。じゃあ入らないで。ほんと勝手だな。きっかけはみのりからの相談だった。マサ君にね、一人エッチ手伝ってほしいなって。ダメ？マサ君以外じゃ嫌なの。お願い。わかった。こうして俺は、そうして一週間が経った。太もも触っただけでビクビクしてる。全身性感帯みたい。俺の理性も限界に達した。